く開花メルマガ。2019年5月22日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。人生が停滞している人へ、 粗龍脂君の世界には過去はない。量子力学なんかすごいらしいよ。で何がすごいのうん難しくてよくわかんないけどすごいらしいよ。宇宙全部証明できるんだって。って難しいというイメージの量子力学。量子力学をすごくシンプルに言うと小さな小さな世界の学問です。 原子よりも小さい素粒子からミクロの学問です。なんで難しいかそれは時間も関係ないからなんですね。あなたが人間レベルで見てみると昨日の次が今日、その次が明日と時間が並んでいる状態です。ですが、 あなたが素粒子君になって世の中を見てみると、もわもわで波しかない。そして時間も混ぜこぜ。意味わからないですよね。わかりやすく言うと、今、瞬間の周波数帯で過去と未来が広がっている。そんな感じです。それもわかりにくいですね。今、うれしい。 だったらその瞬間過去も未来も嬉しいその周波数帯の世界を作っています今どうせ私なんてという周波数帯で存在すると過去も未来もどうせ私なんての世界が広がっています素粒子に時間の概念がない具体的に言うと1年に1回 お正月にしか会わない親戚がいたとします。とても和やかで懐かしく、ゆったりとした時間。その時間を過ごしているとき、ああ、去年もこんな感じだった、懐かしい、居心地いい。とか、年賀状を書かなければならない時期、クリスマス過ぎた頃に、げっ、今年もまだ買ってない。そのとき、リアルに、去年の感情が湧き上がってくる。 一年も前のことなのにリアルに出てきますよねこの懐かしいゲ年賀状間に合うこの周波数帯で過去の感情は今ここに存在していますそれはあなたが今その周波数帯だからですそして懐かしいゲという感情は 素粒子のフォトンですそのフォトン君から見てみると時間は並んでいないですよね懐かしいが今ここに存在していますさて人生が停滞しているそれはどのような状況でしょうかそしてそれを知ったからどのようにして人生が ボボンボン進んでいくでしょうか私が人生停滞して動かなかったのは過去にとらわれている時ですパラレルワールドから見てもそうですよねこういう恐怖があるから進めないんですとか過去の栄光だけに生きるそうするとパラレルワールドは過去の状態です 人生進むわけないですよね。昔の武勇伝を語るだけで時間が終わってしまう。昔、あるいは最近されて嫌だったことを愚痴って過ごす。そして時間が過ぎる。それって全然進展がない。わかりますよね。皆さん自身の意識が過去こうだったと語って、 過去を意識しているとその意識がぶつけられその過去を実現しますそれに対して常に人生を突き進み新たな展開を遂げていく人は瞬間瞬間新たなパラレルワールドに飛び込みチャレンジします人生が動いてないなそう感じる人は過去のこだわりや過去の栄光に 意識を向けている状態ですそのヘルツを出しているので周波数帯に滞在し続けます私たちは瞬間瞬間変化しています新たな展開が来たらあそっかと自分を変化させる頭の中は常にどうやったらお役立ちになるか どうやったら自分を生かし、周りを生かすことができるか、どうやったら自分の本質が喜ぶか、そこを楽しむ。命は常に進化し続けています。それに対して、私たちの意識で固定化せず、意識もどんどん進化です。過去の栄光や、 風呂話をを語り合うことにエネルギーを割く時間それを今後どうやったらうまくいくかどうやったら私も幸せでみんなが幸せかその時間に変えた瞬間パタ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 人生が動きます素粒子には過去はありませんあるのは 永遠の今です永遠の今これは曹洞宗の道元の言葉三次を現在の一瞬に接し来たるという言葉があります三次とは過去現在未来を3つの時 と言っていてそれを現在に接するこの節という文字は摂食障,障害の説です食べる取り込むというような意味です過去現在未来を今の一瞬に食べちゃうよそれが永遠の今ですよこれは 素粒子が今の瞬間に過去も未来も畳み込んでいるということと見事に同じです今の意識が今のフォトンの波が過去にも未来にも広がっている過去を語ることにエネルギーを割くのではなく今を生き切る 3週間ぜひ意図してみましょう無料で人生が動きますよそのような人たちだらけになれば人類が生き生きとし自分を生かし幸せな人たちだらけになり本当の地球平和の周波数帯になっていますねいつも最後までお聞きくださりありがとうございます では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。